はようございます、こんにちは、こんばんは。実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続きからね、やっていきましょう。気持ち悪い？知ってる。で、今回は、続きからね、やっていくんだけども、なんかいろいろとね、今出てるんだよね。まず水飲み場が、水飲み場を作ってくれっていうのと、釣り竿を取ってきてくれというやつと、で、患者さんの治療、あとなんだ、あ、麻痺の治すやつ、が出ている感じです。で、ちょっとね、町のこのリムルダールの町の感じがちょっと変わったと思うんだけど、木にしました。全部ね、部屋は木造にしました。結構簡単にね、できるんだね、こういうの。大倉庫、そうそう、大倉庫もね、作った。この木の、これウッドウォール、これ使えばね、土ブロックを木の壁に変えられるという画期的なアイテムがね、存在するのでね、それを使って、土ブロックだったところ全部木に変えました。今後だから木で作っていこうかな、リムルダールは。まあ、また素材が増えてきたら変えるかもしれないけれど、ってことなので、今回まず水飲み場から作ろうかなと思います。なんだ、はい、寝よ。で、水飲み場はクッション椅子とたらいと壺がいると言ってたので作ろう。クッション椅子で、たらいで壺だけだったっけな。誰が言ってた？ケシか。必要な素材がなかったら青の扉。はい。10マス分の水場とクッション、たらい、収納箱、壺、2つ。収納箱と壺もう1個いるな。壺もう1個と、収納箱。10マス分の水だから、ここが今1234514×5、10マス分あるよね。 4×520 マスでしょ。置いて、置いて、置く。例えばだよ。で、ここにこれを置いたら、なに、でかい、リカント出るの？ヘルプ、あ、そっち行っちゃう。うわ、めっちゃリカント来るし。ほっ、はい、これをさ、だからここに
置いたら水が出るのかな。こっちに作るしかないな。ちょっとわかんないや。10マス分、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、こんぐらいあれば全然問題ないね。じゃあもうここに作ろう。水飲み場をね、こうして、こんな感じかな。2つ、たらい、クッションス、扉つけてみる。フェンスとかにしよう。ほい。あれ？松明か。あ、できた。正解だった。うん。水ブロックの量10。オッケー。よし。できた。レベルアップ。できたよ。消し。見事なもんだ。ありがとう。立派な水飲み場ができたじゃないか。病気で死んだじいちゃんがよく言ってた、健康な体を作るには美味しい水が一番だって。ここの水はまるでボストロールの耳の裏側みたいなえげつない匂いだったけど、これでこの辺の腐った水を飲まなくてよくなるわけだね。ボストロールの耳の裏のとかマジでやめてくれ、気持ち悪い。水は道具を使って汲めば患者に飲ませられるし、きっと料理にも使えるよ。水を汲むための道具はビルダーのあんたなら思いつくんじゃないかい。瓶とかかな。砂がいるんじゃない。じゃあヤシの原木、木のバケツ、あ、簡単作れそうだね。木だけでできそう。オッケー、よし。ちょ、タイマーつけとくか。よっ、こっちにもね。
やっぱ夜になると暗いからね。そんないっぱいないから、こんな気しかつけれないけど。お腹が減っているよ。お腹が減っている。枝豆で、木のバケツを作ろう。木のバケツ、はい。で、水をくれって言ってる患者が一人おるよね。あげよう。あ、ついでだし、これ木に変えよう。せっかくだしね。で、この木の窓 A っていうのもつけてみたい。これ窓どこにつけようかな。やっぱこっち側だよね。なんかこっち側、こうして土を一段置いて、こうだ。逆じゃね？合ってんのかこれ。逆じゃねえか？外から置けということか。ほい。ほい。なんか変な感じだけど、まあいいか。んで、これを使うと。えい！すごくないこれ、ほんと。一段ちょっとできてない。一段ここよし、オッケーだね。で、水、手に入った。え、いっぱい。あ、そういうことか。あー、なるほど。いっぱい取れるじゃん。じゃあ木のバケツ1個だけあればいいんだ。もう1個使えばさ、もうそのバケツに1杯分だけみたいな、そんな感じだと思ってたけど。どうやって保管してんの、じゃあこれ。どうやってこの水持って握ってんの、水を。よし、じゃあ水あげた。また一回寝るか。これでまた一人よみがえるんじゃない？あー、まだか。5分、頭が痛い、頭が割れそうです。いっそ楽にしてください。ダメだ。よし、じゃあとりあえず水飲み場はできたから、次のやつ行こうか。結構ね、依頼というか Q マークがいっぱいあって、どれからやったらいいか分かんなくなってきた。とりあえず食べ物回収して、で、大倉庫もねあるから、もうアイテムに圧迫されることはないので、ガンガン探索していこうと思います。じゃあ旅の扉の先進めようか。進めよう。ちょっと持ち物を整理します。
出動。武器とか大丈夫かな。ちょっと待って。ちょい待ち。ただいま。装備装備。あー結構ギリだね。あー危ない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 。え、服は、あ服も危ない。服も作ろう。旅人の服と大木槌、大木槌もう一杯。よし、こんだけありゃね問題ないね。 OK。 どれから行こうかな。まあ方向はね、全部同じ方向に Q マークついてるから、近いやつから順にね終わらしていこう。素材はまあまたいつでもね取りに行けるから、もう Q マークを中心にやっていきましょう。で前回ここにね置いといたんだよね。これ回収しとくか一応。装備しとこうちゃんと。もうちょっとで壊れそう。このはしごも持って帰りたいんだけどな。マップ。お、1個目もうすぐそこだね。とりあえず1個目行こうか。これか、なんだこれは。草花スコップか、またなんか麻痺直し的なやつこれで作れるんじゃないか。ん、うひゃーっつってるよ。うひゃーっつってる。あー、うっす、やっ、え、ちょっと危ないここ。君何してんの。てかあの高さから落ちてよく生きてたな。こんなとこに。オイラはザッコザッコザッコ。この花、いや、やばいべ。病人ザッコ担ぐ。とりあえず連れてっか。ちょっと待って、どうやって登るんだこれ。ん、とりあえずちょっと、やばいやばい、お、やばい、これやばい、やばいやばい。上への階段を作らなきゃな。看板がある。この先に抜け道あり、自らの手で道を切り開け。あー、ここ、ちょっとザッと担ぐ前に。こっち掘ってみよう。なんだこれ、なんだそれ、ふざけろし。ちょっと危ねえな。あし。ちょっと待って、回復回復回復。こういう場合は上を削ればいい。26歳の頭脳なめんなよ。もう27か。サバ読んじゃった。で、ここに押しとけばね、危ないからね。うん、こうしとけば大丈夫か、これで。
こういう感じ、うん、よし、とりあえず抜け道できたから、で、てかこれで合ってたんかな、抜け道本当に。けど方向的に合ってる、うん、じゃあ連れて行こう。